2013年以来5年ぶり久々の晴れ舞台、コクカフェ上田でございます。よろしくお願いいたします。本日ご用意いたします豆はコスタリカウエストバレー地区ロスアノノス農園の豆になります。標高は 1700m と高く、明るい酸、豊かな甘みが特徴の豆となります。いただいた際にコーヒー豆を試飲するわけなのですが、その中で感じたのは豊かな甘み、柔らかな酸、その特徴をできるだけ引き出してあげ、かつその際に感じたネガティブな渋みの要素をできる限り少なくする抽出方法で本日は入れていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日使用しますミルはミルッコですね。決めは 7.5 番、カット刃ではなくすりつぶす形のミルになります。ミルッコの特徴なのですが、引き終わりの最後にボソッと微粉がたくさん出てしまうため、そちらの微粉をこちらのパウダーコントロールストッカーにて取り除きたいと思います。ペーパードリップコーヒーの抽出成分のイメージなのですが、ポジティブな要素は最初のうちに出てしまい、ネガティブな要素は最初から最後までずっと出続けてしまうという特徴があると思っています。なので最初に出てしまう部分は出てしまうので、もうどうしようもないわけなんですね。で、ずっと出てしまう要素っていうのをいかに減らしてやるかということで、今回は3つの温度帯に分けて抽出の方をさせていただきます。お手元の資料をご覧ください。抽出 A の方に使用する豆、抽出 B の方に使用する豆、それぞれ 15g、24g となっています。レシオは1対14と1対15ですね。レシオを変えているのは均一性を図るために、量の少ない方は若干濃く出るように調整しております。ネガティブな表現である渋みを抑えるために、今回通常蒸らしでは高温を使うと思うのですが、65度のお湯で抽出の方を開始いたします。
ちらの豆の焙煎はミディアムローストになっており、そもそもそんなにも苦味というものがございません。ですが渋みがどうしても気になりましたので、今回は全般的に低い温度となるのですが、赤いリンゴの蜜リンゴのような柔らかな酸と、糖蜜を口に含んだような深い甘みを感じていただけるコーヒーになればと思い、これから抽出の方を始めたいと思います。抽出の方は同時に行いますので、まず第1投目ですね、抽出 B の方から始めます。最初に 60g のお湯を入れます。抽出 A の方は 30g のお湯を入れます。続いて第2投目の 75度のお湯を抽出 A の方は 60g、 抽出 B の方は 100g 入れていきたいと思います。抽出を4等に分けているのは、ドリッパーの特徴である透過性を最大限に生かすためであり、 V60 の特性であるお湯落ちの良さを最大限に生かす入れ方を採用しております。抽出の最後半はどうしても雑味の方ばかりが出てしまうので、こちらの方は最後55度というすごく低い温度で抽出していきたいと思います。ドリップペーパーの方のお湯通しをしない理由は、若干ならずとも水分を含んでしまうため、そちらの方で出汁が狂ってしまうことを避けるためにお湯通しの方はしておりません。また途中で引き上げることもせず、すべて液体はドリッパーの中に落とし込んでしまいます。そうすることで当初考えられたレシオ通りの抽出が可能になると思います。適宜性を測るために抽出 B の攪拌を行います。A の攪拌は数回で止めておきます。では失礼いたします。こちら抽出 B の液体になります。抽出 A の方になります。
蜜を含んだ赤いリンゴの爽やかな酸と豊かな甘みをお楽しみください。終わります。